夏目南は CBC テレビのアナウンサー。静岡県浜松中区出身。静岡県立浜松北高等学校、名古屋大学教育学部卒業。2007年入社。中学時代は吹奏楽部に所属。パートはドランペット。大学時代はフットサル部に所属していた。CBC アナウンサー動画コンテンツ、たまり場の公開収録。 たまり場感謝祭では特技のトランペット演奏をたまに披露することがある。フラッシュ2009年5月26日号に掲載の地方局美人アナ大追跡でサンデードラゴンズの放送日に出社から放送後の反省会まで密着取材を受けた。2010年1月6日、名古屋ドームで開催の立浪和義選手に感謝する会で 同僚久の誠と共に司会を務めた。2010年11月18日、浜松市荒前香大使に就任。2014年7月7日に入籍。2016年4月に妊娠5ヶ月であることをブログで発表。2016年7月2日より産休へ入り、9月に長女を出産した。2017年7月21日、 ボぼいのりをの聞けば聞くほどの11時のニュースから復帰した。CBC 元穴で東日本放送アナウンサーの吉岡慎吾と CBC と同じ JNBN、JRN 系列である RKB 毎日、放送アナウンサーの桜井浩二は高校の先輩にあたる。ありがとうございます。